ジャベリンとは、機動戦士グイクトリーガンダムに登場する、地球連邦軍の最新型の量産型モビルスーツなんだよね。宇宙世紀の事務系モビルスーツの最終型と言っていい機体なのだ。とは言っても、ガンダム F91 が活躍してた、30年も前に開発されたモビルスーツなんで、V ガンダムの時代では、かなり旧式のモビルスーツだったのさ。ジャベリンのベース機になったのは、ジェムズガンっていう連邦軍の欠陥機。こいつはヘビーガンをベースに開発されたんだけど、そのヘビーガンはジェガンをベースに開発されてたのさ。焼き直しを連発したジェムズガンの性能が言い訳がないじゃん。本当にね。特に宇宙での性能が芳しくなかったんで、後継機のジャベリンの開発が始まると、地上用として配置転換されちゃったんだ。参ったねー。そんでジャベリンはというと、こいつは裏取引で入手したサナリやら、クロスボーンバンガードの投用技術をフィードバックして開発された、ハイブリッドなモビルスーツだったのだー。特にポテンシャルの高さは折り紙付きなのさ。頭部のゴーグルの下は、ガンダムタイプのデュアルセンサーなんでかっちょいいし、全身にまんべんなくついてるスラスターのおかげで機動性も良好。背中のバックパックには、ジャベリンユニットって呼ばれる、ジャベリンの名前の由来になった大型のショットランサーを装備してるんだ。こいつは、ランサーの先端にビームを展開できる優れものだったのだー。おかげでザンスカールのゾロアットともなんとか互角に戦えたものだよ。ゾロアットを串刺しにするシーンはかっちょよかったねー。若い方は、ショットランサーなんてただの槍じゃん、って思うだろうけど、ガンダム F91 の公開前後は、何かとショットランサー推しの露出が多かったんで、強力な武器としての認知度が高かったんだよねー。ゲームの SD ガンダム X でも、ショットランサーを連発すれば、ガンダムでも瞬殺できるほどのチートな性能を誇っていたものだよ。ビームキャノンとかにも換装できるらしいんだけど、ジャベリンは出力が低いんで、相性が良くなかったんだとさ。まあ、配備が10年くらい遅れたんで、活躍しだしたのはクロスボーンガンダムの時代あたりからだねー。なんやかんやで、ザンスカール戦争時の連邦軍のモビルスーツでは、ザンスカールのモビルスーツに唯一対抗できる機体だったのだー。劇中では、連邦軍のバグレ隊所属機がゾロアットやザンスカールの艦隊相手に大活躍なんだ。連邦軍の3機のジャベリンがビームシールドを連結して、カテコウのノルゴトラタンのメガビームキャノンを防いだりしたこともあったねー。名前のあるパイロットでは、モトラット艦隊と単身戦って、タイヤでペシャンコにされちゃった、水穂ってお姉さんが有名なのだー。知ってる？キットの値段は500円。結構見栄えがするかっちょいいキットなんで、当時でも大人気だったのだー。最近再販したんだけど、もうプレミア化しちゃってるからねー。100分の1で出しても元取れるんじゃないかなー。何でもかんでもマスターグレードで出せばいいってもんじゃないと思うんだけどねー。どうせおっさんしか買わんのだから当時の100分の1の仕様でもいいと思うぜ。このままキット化されるの待ってたら、マジでヨボヨボのじいさんだよ。参ったねー。定番の改造は、ツイン内の追加とノズルの変更だねー。あとは、やたらとある穴っぽくを埋めちゃえば OK。量産機なんでやたらと改造するよりは、数を揃えたいものだけど、こないだの再販予約の時も、早々と予約終了しちゃったのさ。また再販しないかねー。